や、この天気やばいでしょって話だよね。本日のキャンプ場は、前回廃校を利用したキャンプ場に行ったよね。この企画の時にね、あれと同じ系列のキャンプ場っていうことなんだよね。ということで、どうやったか分かるよね。今回も廃校を利用したキャンプ場ってことなんだよね。これ今はもう使われてない廃校がキャンプ場になってるってことなんだよね。これどういうことか分かるよね。ちょっと今かわいいお姉ちゃんがいたね。見てしまったけど、かわいかったね今のね人ね。もう使われてない廃校がキャンプ場になるってことね。これどういうことか分かるよね。全く新しい時代が来ているってことなんだよね。我々はその新しい時代に向けて準備をしなくちゃいけないってことなんだよね。もうそこまで来てるんだよね。分かるよね。やっぱりこの時期の九十九里を走ってると、ちらほらサーファーとか、女性サーファーいいね。小麦色の肌、茶色く焼けた髪、なんだかテンションが上がるよね。ここだよね。横芝光町立南城小学校の跡だよね。そこをキャンピースのキャンプ場にしているってことなんだよね。わかるよね。プールなんかもある小学校だからね。そのキャンプ場に今得意ビデオのカメラが初めて入ったんだよね。入れるみたいです。プール入れる？え、マジ？わ、飛び込んでしまいたいけどな。こんにちは。お久しぶりです。あ、この間の、はい、あ、すいません、またお世話になります。カメラ大丈夫ですか？カメラ大丈夫です。あ、よかった、すいません。今日はこっちに来ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、徳井さんの会館買っておいたので。マジすか？いや、もう飛び込んでしまいたい。飛び込んでください。プール、マジかマジか。うわあ、これえ、キャンプ来た人も使えるんですか？はい、すごい。キャンピース前回行かせてもらった時の系列です。ちょっと暑さであんまり舌が回りませんけど。うわあ、もう小学校、ザ小学校。野菜、これ何の野菜かな、きゅうり、ゴーヤ。え、廃校になったのが2年前。はい、廃校になったのが。じゃあ本当に最近まで学校やったんですね。カフェがあるので、よろしかったら。カフェ、かき氷を今売ってるんです。うわー、いいですね。カフェは何の、もともと何の部屋が。これはランチルームって言って、子供たちの給食を食べる部屋だった。うわ、すごい。もともとが、あ、食堂やったんや。すごっ。よろしかったらかき氷食べてかれませんか？食べたい。もうね、死にそうなんですよ。熱くて。こんにちは。こんにちは。やっぱ学校やから広々してるな。かき氷来ました。マンゴーとイチゴ。あ、でもイチゴ、これなんかマンゴーもやけど、ジャムっぽいのが乗ってるんですね。シロップっていうか濃厚な。まさか手作り。彼が作る。え、このジャムのシロップ手作りですか？はい。すごっ。松木さん撮影しております。今日のこれはタンデムスタイル何月号でしたっけ？あ、10月号。10月号で発売が8月。あ、8月中発売の10月号、はい、タンデムスタイルにこの模様掲載されます。ぜひご覧ください。うん、うわ、うまっ。ちゃんとしっかりマンゴーの味がする。出ました。出ました。キャンピース名物、保健室が受付兼売店になっているというやつですね。充実しております。電池もある。ガス、ライター系ね。こういうおもちゃもありますね。
え、で音楽室もあるんですか？音楽室もあります、3階に。あ、あれ変えておきます？はい、お願いします。この間みたいに、はい、やっぱ音楽室ってやっぱこう突き当たりですよね。出た、これや。音楽室名物、あ、偉人たちの写真。キャンプの準備していきましょう。これね、小学校の校庭がサイトになっているんで、すごく広々しています。で、奥の方にはですね、遊具もあるんで、ちびっこなんかは遊ぶことができますね。ちょっとやばいかもしれない。いや、やばいですよ。いったん一旦プール。ちなみに岩崎さん、はい、今日は何を作るんですか？今日はですね、最近 いろんな種類のノンアルコール飲料っていうのが出てきてるじゃないですか。あ、出てますね。はい、でですね、今回ワイン系、これ、まあ自家でいいですかね、キャンプやし。はい、ワイン系とレモンサワー、レモンサワー、ほな、はい、ハイボール、ハイボール、はい、テイスト、まあ、いわゆる一番王道なビール、ノンアルビールね。はい、ここなんかちょっとライムショット、見つけてきましたんで、これが果たして肉食べながら、で肉食べながらノンアルビール、はい、ノンアルをキャベツとかもあるんですね。はい、どれがこうこんな食べ方し飲み方したらいけるんじゃないかっていうのをですね、はい、ちょっとまあ答え先に言うと全部合いますけどね、多分こんなもん全部合いますけどね。まあちょっと肉もいろいろ、なんか豚肉バラとか、あの牛バラ肉とかいろいろあるみたいなんで、あの牛はこっちの方が合いやすいとかあるといいなみたいな、ちょっと希望的観測のもと全部合いますね。ワインまあまあ、それ炭酸とかこっちじゃない。こんにちは、普通の炭酸、炭酸入ってるのか、はい、こんにちは、ます。よし、じゃあ食いましょう。はい、死ぬ。なんすか。お茶、お茶、いろんな種類のお茶を、ちょっといろんな種類のお茶、はい、温か茶この炎天下で、まあちょっと温か茶になっちゃう、急須あれ、急須あるやん、温か茶、温か茶、この炎天下38度や言うてるのに温か茶をちょっとこれがあんのに、これ終わった後にこうちょっとそんな感じですか。温か茶はやばいな。ちょっとそのお口直しの温か茶、はい、はい、それをちょっと何種類か、あ、やっぱ味が違うんだとか、はい、何種類ぐらいあるんですか？5、6種類。めちゃめちゃ飲み物持ってきたな今日。もう焼いていっちゃいます。はい、じゃ牛バラからいきましょう。はい、熱っ熱っいや熱っ合わないはずがないっていう。これは危ない。速攻焼けましたね。一瞬で焼けました。まずはまあビール的にいきますか。もう定番。こんなもん 100% 合うからね。もうシンプルに塩コショウで焼いた牛バラ。うまそうね。いいね、めっちゃうまそう。あ、この野郎合う、これ以上ないと思う、多分。え、一番ですか？もういきなり、もうじゃあ終わり。いやいやいや、ライムが頑張るかもしれない。ああ、
ね。ライム系は、はい、やっぱ豚バラ、うん、油いっぱいなんで、はい、爽やかなライムをちょっといきましょう。あ、なるほど。でもなんか、もしこういう飲み物なかったでしたっけ？え？バービカンでしょ？あ、そうだ、うん、はい。あれがまあノンアルビールの走り。走りない。あ、そうか。豚バラ。豚バラ、はい。この豚肉ネック塩だれっていうのが一番脂っぽそうなんで、これはライムにしといて、はい、この豚バラを、豚バラでハイボールいきましょう。あ、豚バラ。これを、じゃあ、ハイボールテイスト。炭酸強め。いい色ですね。合いますね。おうん、でも結構ほんまにハイボール飲んでみたい。まあ、あのすんごい酒好きな人から言わすと違うんかもわかんないですけど、僕ぐらいの人間は十分。じゃあワインの休日言いますか。あ、牛か。赤もあったんですけど、ちょっと白買っちゃいました。いや、お肉、赤もあった。やった。赤あったんですね。お肉は基本赤っていう、その、セオリーを。あ、赤もあったんや。あ、 ありました。はい。ああ、確かにスパークリングワインの香りしてる。ブドウジュースみたいな感じなんかなと思ったら、ちゃんとこの、シャンパン感はちょっとありますね。じゃああと2本レモンサワーいきましょう。レモンサワーはやっぱ豚バラやな。朝から何も食ってないんですよね。一食目がもう肉に次ぐ肉って。この音いいですよね。うん、塩コショウ濃いめ、うまい。合う。お、うん。レモンサワーも合うな、やっぱ。あ、豚肉レモンサワー合うな。なんかほんまに居酒屋の感じになる。最後は豚肉ネック塩だれ。お、真ん中。これをこのライムショットと合わせます。豚のネックってやっぱ脂身多いんですね。おお。色は普通のノンアルビールの色です。油が香ばしい。ライムがこの油を爽やかにしてくれるのか。あ、してくれる。負けてない。うん。あ、ライム。お。ライム感あるな。うん。あ、めっちゃ爽やか。ちょっとこのライムの酸味とちょっとした苦味みたいなのが爽やかにしてくれる。うん。あ、これ合うな。夏これめっちゃいいと思う。で、お茶ですか？お茶です。お茶を、じゃあお湯沸かす。2分ぐらい。お茶が沸きました。まず煎茶、深蒸しの。はい、煎茶。煎茶の基本的な入れ方。お湯を湯飲みに移して、70度、80度ぐらいにちょっと冷ます。200グラム。で、それを。お茶入れるんですね。はい、5グラム。ほら。あ、ほんとだ。あ、いい香り。あ、綺麗な色やわ。わ、いい香りしてる。真夏のキャンプで温かい茶飲むやついませんけどね。じゃあちょっと、はい。あ。あ、めちゃくちゃ美味しい。お。めちゃくちゃ美味しい。あ、飲む価値ありって感じですかね、じゃあ。
いや、もうほんまにできれば冬、秋冬とか春とかにしたいけど、はい、味はめちゃくちゃ美味しい。あとじゃあ、はい、どうぞ。いかせていただきます。熱っ。いや、それ熱いでしょ。真夏のキャンプで熱ちゃ。暑い時に熱いものがある。あ、でも、本当に美味しい。美味しいでしょ。さすが静岡のお茶。深蒸しの煎茶。はい。あ、美味しい。美味しい。美味しい。気温38度の中、70度近いものを飲む。夏のキャンプの日中に温か茶を飲むのは、おすすめできません。ただ、静岡の茶はうまい。はい。